スロッピング・グリッスルは1975年にイギリス・キングストン・アポン・ハルで結成されたインダストリアル・バンド。前身はパフォーミング・アート集団、クーム・トランスミッションである。バンド名は英語で脈打つ軟骨という意味で弾魂の隠語である。またキングストン・アポン・ハルでは、勃起をヨークシャー地方では公安労働者を意味するスラングでもあると、ジェネシス・ピー・オリジは、 日本の音楽誌、ミュージックマガジン1980年8月号で語っている。1977年に最初の LP であるセカンドアニュアルリポートを自らのレーベルであるインダストリアルレコードからリリース。工業化社会をテーマとしたコンセプトと具体音やノイズのコラージュ、図素的なボーカルやリズムボックスを多用したサウンドは後のインダストリアル及びノイズシーンに 多大な影響を及ぼした。またビジュアル面ではジャケットに少女への暴行を想起させるような写真を用いたり、自殺の名所として知られる海岸で写真を撮るなど、狂気すらも感じさせるインパクトに満ちたものを多く取り入れた。スロッピンググリッスルは1981年に解散し、ジェネシス・ピー・オリジとピーター・クリストファーソンはサイキック・ TV を結成して活動。 クリストファーソンは短期で脱退したもののサイキック TV はバンドメンバーや音楽性を大きく変更しつつ度重なる活動停止と名義変更を経ながら現在も活動している一方でジェネシス自身もゼブやメルツバウなど他のアーティストとの合作も発表しているコージー・ファニー・トゥッティとクリス・カーターはクリスコージーとして また単独名義としてもレコーディングを継続している。サイキック TV を脱退したピーター・クリストファーソンは、ジョン・バランスとコイルを結成。解散から23年後の2004年5月、再結成ライブが行われ、限定ミニアルバム TGNOW を発表。アルバムパートにザエンドレスノットをミュートレコードよりリリースすると発表したが、 レコーディングスケジュールの不都合など、右予曲折の末、当初の予定より1年以上遅れた2007年4月1日に発表となった。パート2・ザ・エンドレス・ノットの発売後も彼らは定期的にライブやセッションを開催するかたわら、1970年代から1980年代にかけての映像と再結成後の映像を DVD のセットにした TGV を発表。 また再結成後のセッションを再構成したアルバムザサードマインのムーブメンツを発表した。2009年には音響音楽ユニット FM さんが手掛けた携帯演奏機械ブッダマシンのスロッピンググリッスする版とも言えるグリサリズムを発表している。2010年に入るまで活発に活動してきた彼らであったがツアー中の2010年10月末。 ジェネシス P オリジがライブを拒否しニューヨークの自宅へ帰るというアクシデントが起こる。残された他の3名のメンバーは以後のライブでは XTG を名乗りライブツアーを完遂させた。なおジェネシスは自身のウェブサイトで自分はバンドからは脱退はしておらず問題が片付き次第説明すると声明を出していた。しかし2010年11月24日ピーター・クリストファーソンが バンコクの自宅で亡くなったことで、バンドは解散となった。2011年には所属していた、ミュートレコードとの契約切れに伴う、インダストリアルレコードからの再リリースまでの5作品。これらの再リリースは、当初の予定では2010年に行われる予定であった。が行われ、日本でも国版が発売された。2012年11月、 デザートショアセッションを再構築したものと、XTG としての最後のレコーディング作品による2枚、組アルバム、デザートショア、ファイナルリポートが発表された。デザートショアの方には、アインシュティールゼンでノイバーテンのブリックサバーゲルトや、ソフトセルのマーク・アーモンド、アントニーザ、ジョンソンのアントニー・ヘガーティ、映画監督のギャスパー・ノエ、クリス・カーターとコージー・ファニトゥッティの子供であるニック、 ニュービーカーターらが参加している。また後日、デザートショア、ファイナルリポートの別バージョンとしてがダウンロード限定で発表された。2013年9月2日、ジェネシスのロンドンの法廷代理人とクリスト・コージーは、ジェネシスの2010年10月の離脱が事実上のバンド脱退であると確認した。2017年、インダストリアルレコードは、 ミュートレコードと音楽配信についての契約を結び、iTunes ストアや Spotify において、スロッピンググリッスルの過去の動画が配信されると声明を出した。ありがとうございます。